レガーさんこんばんは。やっほー。アットマンさんこんばんは。ごめんね遅くなって。マスイキさんこんばんは。ソリオさんこんばんは。やっほー、みんなやっほー。こんばんは。ばんは。やっほー。マスオさんこんばんは。お、アタマンさん、やった。待ってます。ありがとう。津田ひろふみさんこんばんは。やっほー、やっほーほー。前髪どっち分けがいい？どっちがいいんだろう。ひらておじさん、やあ、やっほー、こんばんは。あきさんこんばんは。ゆな普段まっすぐ下ろしとるけんさ、どっちでも分け目ができる。ねえ前髪切りたい。ともっちさんこんばんは。やっほー、ありがとう。でも分けるときはこっちが多いかも。でこだし。みんなこの太いのがあるんですよ、元前髪。めっちゃ昔前髪が多かったんですよ。ちょっともうガタガタで分からんけど、すいて横にしました。 N164 さんこんばんは。うん、自分で前髪切りよった。でもなんかね、最近怖いけんね。失敗したらやばいじゃん。じゃけん自分で切るときはほんと緊急のときだけ。めっちゃ目に入るときとか、あの学校のなんかあの頭髪検査みたいなあるときだけ、めっちゃちょっとだけギリギリに切るけど、思いっきりそんなめっちゃ2センチぐらい切ったりとかするときは全部美容室行く。いそぴょんさんこんばんは。ありがとう。いい歯医者頑張った頑張った。矯正のね、裏の器具のワイヤーを変えました。ヨシリンは自分で切って盛大に失敗して、ほんま？やばいじゃん、やば。ヨシリン、天然のヨシリンそう、頭髪検査が月に1回あるんですよ。頭髪副層検査みたいな、全部爪とか髪とあとスカートの長さとか靴下とかいろいろするんですよ。
まきさんこんばんは、やっほー。あ、そうなん、メイクさんに直してもらったんじゃ。そんなガタガタになるほどまで切るときはちゃんとやってもらう。怖い。マスオさん50周年のありがとう。サンチュ体操さんこんばんは。ちょっとだけ痛い。でもね、うん、でもまだ大丈夫。もっと痛いときあった。めっちゃ痛いときはほんまに痛いけん、今日はまだ大丈夫。酒井さんこんばんは、やっほー。シュウさんこんばんは。5日ぐらい前？そうなん、やばい、やばいじゃん。俺は後ろ髪を自分でやるプロだろう、すごい。嘘です、すぎとる。ゆうなね、パパのね髪をね一回切ったことがある。いつだったかな、2年ぐらい前かな。中学校の時にパパの髪を一回切った。テトさんこんばんは、やっほー。キュウリーさんこんばんは、お疲れ様です。そう、歯医者怖いよね。ユナもあのね嫌いなのある。なんかね、なんか削るやつがあるんですよ。で、なんか噛み合わせも悪いけん、たまにあの奥歯の方とか削ったりするんですよ。あれがもうめっちゃ嫌い。めっちゃ嫌い、嫌なんよ。でも今日はせんかった。今日はワイヤー外して歯きれいにしてもらって磨いて、でワイヤー戻しただけ。大丈夫だった。トマキさん50円のありがとう。ゆうさんこんばんは、お仕事ファイト、頑張れ。ゆうな社会人になれるんかなってすごい思ってしまう。8時とかまでね仕事できるんかなって思う。そんなこと中目黒さんありがとう、頑張ります。パパの髪ねそこそこうまくできたよ。そんな変にはならんかった。ダイトシンカさんこんばんは、ハロー、こんばんは。そう、歯医者ね怖いよね。なんかね、でもね力んだ方がなんか痛く感じるらしいんですよ。その磨くやつはグーってやったらなんか余計響くらしくて、じゃけんもうなんかリラックスしとるつもりでおるけど、でもね怖いもん怖いよね、苦手だわ。よしかなさんこんばんは、こんばんは。母さん50円のありがとう。アッタマさん、アイドル欲しい、大変だよ。うん、まあ大変な時もあるけど頑張れる。だしね、なんかね好きなことじゃけんね、やっぱり踊ったりするのとか人前に出るのが好きな方じゃけん全然苦痛ではない。カムカバーさんこんばんは、やっほー。これは本当、歯医者一回も行ったことないくらい歯がいいんですよ。歯だけで自慢できるのは、そうなん、すごい、すごいいいな。
ゆうのもでもね、虫歯はなったことない。虫歯はないんじゃけど、噛み合わせで、噛み合わせ歯並びで学校の検診引っかかって矯正始めました。学校の検診で引っかかるって珍しいよね。なかなか引っかからんのだけど、相当噛み合わせ悪かったんじゃろうね。カツボウクオさん、こんばんは。やっほー、ゆらちゃんとこ行くけ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい、楽しんでね。今ショールームしようかな。行ってらっしゃい。しゅうりんさん、こんばんは。やっほー。噛み合わせ直すの大事だよね。そう、なんかね、奥歯のね、ちょっと前にね、水色のなんかよくわからんけどゴムみたいなのをなんかつけれるんですよ、歯のとこに。それで噛み合わせをちょっとずつやってた。話は噛み合わんかもしれん。話噛み合わんかったらどうする？ゆうな、でもおバカじゃけんね、理解するのが遅いかもしれん。よしひろくんさん、星するで。なんだろう。何するんだろう。ふかひれさん、こんばんは。やっほー。あ、そうなんじゃ、来てくれてありがとう。みんなゆらさんのとこに行っとるんかな。長島丸さん、やあ、やっほー、やっほー。今日はね、部活ない日。昨日はでも部活めっちゃ頑張った、めっちゃっていうかいろんな技やった、新しいの。ウエストロールってやつと、なんだったっけ、エルボーロールとハンドロールの組み合わせのやつと、あとハンドロール、エルボーロール、なんだったっけ、名前忘れてしまった、なんか開くやつをやりました。昨日はいっぱいやった。あとフラットのトスとネックロールと、あ、ネックロールとウエストロールの組み合わせもやってって言ってもわからんよね。いろいろ、まあなんかいろいろくるくる技をしました。あと手を上げてワンスピンの練習もしました。こうやってやって投げたる間にこうやって手上げてくるって一周回って取ったら同時に下ろすみたいな。ちょっと難しいんですよ、ワンスピンより。でもできました。めっちゃね、バトン経験者が3人、先輩1人と1年生が2人おって、で初心者がゆうなとあともう2人いるんですよ。で昨日はマンツーマンで教えてもらいました。めっちゃやってくれた、めっちゃいろいろ教えてくれた。今日広島暑かった、ほんま？暑かった？今寒くない？でもユナの部屋だけかな。シナモンロールで、ね、なんかね、なんかこうやってこうなんか全部腕とかこうやって肘とかこうやってくるって回るやつは全部ロールって言うんですよ。この手の甲で回すのがハンドロールで、
腕で回すのがアームロールで、こうやってやってここ肘で回すのがエルボーロールみたいな、でこの首のとこで回すのがネックロールでみたいな、お腹のとこがウエストロールでみたいな、全部ロールがつくんですよ回すやつは。パトン楽しいよ、痛いけど朝できたかもしれん、昨日めっちゃぶつけたもん。大丈夫そう、すごい言うなので、昨日めっちゃ手首のこの骨に当たったんですよね、すごい痛かった。なんだったっけ、後で LINE で聞いてみよう。なんかこうやって持っとって、こうやって手でこうやってくるってひねったと同時に手首やって、トントンでエルボーロールやって、で回ったのを今度こっちにやって腕で一回回して手で取るんですよ。なんかそういうトン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 ってやつがあってめっちゃそれを昨日やりやったらね、すごい方向にバトンを吹っ飛んでってね、何回もこうこうまではいけるんですよ。でこれと同時に手を開くのが合わんくって、この手首のところにあの先っぽのゴムのとこがコーンって当たって吹っ飛んでくんですよそれでめっちゃ痛かった昨日。あとなんかこっちが後ろだとしたら、こっち前でこっち側に投げてこっち向いて右手で取るやつと、こっちでやって左で取って、でまた左でトスして、右の今度背中で見ずにこうやってパッてやって、ギリギリまで見てパッて見ずに取るやつがあるんですよ、ギュッて。それとかもやりよったら、やっぱ見ずに取るけどめっちゃ手当たるんですよ。でも昨日のは無事だったみたい、大丈夫そう。こっちにあるかな、めっちゃバトンの話をしてるそういろいろあるの。ポニーテールとシシさんこんばんは、浮遊物さんこんばんは。プロレスみたいな技ほんま、ネックロールくるんって。あとねなんかね、フィッシュテールっていうね、フィッシュテールって言ってなんか縦から始めてくるんってやって上げたやつを手の甲に乗せてずっとこうやってやって手の甲だけでくるくるこうやってやるやつがあるんですよ。なんかすごい不思議に見えるけど、やり方はすごい簡単、でもずっとこうやって手の甲に乗せるのは難しいけど、単純な動きですごい不思議に見えます。ヤスさんこんばんは、コウシさんこんばんは。そう、戦場劇場をお披露目会の時に特技披露でバトンちょっとやったんですけど、ワンスピンぐらいの高さまでなると上の照明にとかに当たっちゃうんで、フロアで塗装しましたこんばんは、コウシさんこんばんは、ヨシさんこんばんは。間に合ったよ、運命年男がイヤホンミミーさん、ヤッホーこんばんは。はじめましてじゃないでしょう、毎回名前変わりおるけど そうバトン楽しい、ほんまに。多分今のあのぼちぼちやる感じが楽しいんですよ多分少人数で最初30分ぐらいはグダグダやって、何気なく始まって技練するっていうしかもマンツーマンですね、めっちゃほんまいい部活だと思います。バトン部、今のユーナのバトン部。冬物さん50名のありがとう、春さんこんばんは。そう手品みたいじゃろ、
すごいんやバトンは。あとね、言うのね、なんだっけ、なんてやった、サプライズでやる曲のね、振りの中にね、こっちで回しながら後ろ向いて左手に持ち替えるやつがあるんですよ。回しながらこう回転はさせながらこうやって取るやつがあるんですよ。めっちゃ難しくて、それがなかなかできんくて。あと左手のバックハンドトス、こう上、普通はこう持ってこっちに投げるんですよ。だけどこれをこっちで投げるんですよ。このバックハンドが、バックハンドっていうかな、逆向きで投げるトスがめっちゃ苦手。バトン見た見たお披露目でありがとうございます。ありがとう。明日は岡田奈々さん公演初日見に行きます。そうですね、明日から公演ですね。楽しんでください。ゆなも行きたいな。ピコさんはじめまして、チェーヤッホー、こんばんはクレイジーさんこんばんは、シルフィードさんこんばんつん、ヤッホー。バトン部は笑顔の練習もするの？文化祭前とか体育祭前で曲通しとかの練習になってきたら表情とかも練習する。練習っていうかなんか気をつける、笑ってみたいな去年は、去年っていうか今年の今年度の文化祭は3年生の先輩もまだいたので、3年生の先輩が6人だったかな、だったんで 1,2 年生と先輩で別れてなんか見合いことかして、もっと笑ってとか言ってやってました。2期生は公演のレッスンはまだほとんどしてないです。今2曲のサビだけやってます。ダンスの振りを教えてもらったぐらいで、まだ立ち位置とかは何もレッスンしてないです。いつになるんですかね公演。岡山の坂本帽子にくもさんこんばんは、こんばんは。5月の個別は雲帽子で行きますね。了解です、了解です。9月10日岡山に行きます。握手会ね、待ってます。雲帽子だったら気づくじゃろ、多分わかるじゃろ。みんな握手会来たら名前教えてね。ショールームの名前でもいいし、なんか名前を、覚えてほしい名前を伝えてね。いうのね、全然ね、めちゃめちゃ覚えるの遅いんですよ。受験めっちゃ何回も来てくれて何回も名前言ってくれたら多分ちょっとずつ覚えていけると思います。あとね、なんかね、同じアイテムとかあればなんか特徴じゃないけどあれば覚えれるかも何でもいいよ、なんか毎回同じカバンとか T シャツとか何でもいい、ストラップとか。何でもいいよ。クレジーさん50年のありがとう。糸電話の糸ちゃんさんこんばんは。てっちゃんさんこんばんは、ありがとう。名前恥ずかしい、ほんと？じゃあなんかその持ち物でもいいよ。これがなんだ、チャームポイント、特徴です、覚えてねってなんか言ってくれれば。そう、めちゃめちゃ遅いんですよ、なかなか全然覚えれんくてごめんなさい。でも頑張って覚えるけん、なんか人と被らんような感じので、なんかチャームポイントがあればいいな。毎回レモンで来る？いいよ
レモンのシルフィードですって言ってね。それで言ってくれたら。じゃあ白の STU 帽子かぶっていけない。了解です。了解。宮島のシカのかぶり物とかで。みんななんか誰ともかぶりそうにないものを持ってきてね。なんでもいい。それか毎回名前を伝えてもらうか。共栄のさとしさん、こんばんは。はじめまして。こんばんは。名乗らずこっそり行きますって。名乗ってや。覚えれんじゃん。イソピョンさん、音符のイソピョンさん。ピチピチしてますね。本当？本当？荒吉さんこんばんは。やっほー。めっちゃ褒めてくれるじゃん。ありがとうございます。そう、二重は私はこれは生まれつきです。なんかね、日によってさめっちゃさ途中から始まっとったりするんよ。じゃけんアイプチって聞かれるんですけど、生まれつきなんです。生まれつきっていうか、目が腫れとったりしたら途中からの二重になるんですよ。あ、今日普通じゃ、二重じゃ、目だけ。目だけ。あ、名札つけてくれ、ありがとう。それは覚えれるかもしれん。名前伝えてね。雲のおもちゃにユナって書いたやつもつけていきますね。了解です。楽しみになってきた。みんなどうやって自己紹介してくれるんじゃろう。楽しみにしとる。そう、ホイコーロー好きなんです。タレが好きなんです。ご飯と一緒に食べるのが好きなんですよ。そう、あのプロフィールの写真の日かな、めっちゃ二重が変だった気がする。じいちゃんがさ印刷してくれたんよね。あ、この日は幅が違うんだ。目元はめっちゃ細いんじゃけど、なんか横に行ったら広くなっとる。じいちゃんが印刷しました。じいちゃん本当に面白い。じいじは お忍びで行くの？ユナのチャームポイント？ユナのチャームポイントはなんだろう、なんだろう、チャームポイントね。流れる二重って言っとく。なんだろうね、ちゃんのポイント。すっぴん。すっぴん。すっぴん、すっぴんがすっぴんでも変わらない。ちょっと黒くなるぐらい。形変わらんじゃろ、言うな。すっぴんでも。なんかでもこの写真ね、笑い方が変。引きつっとる顔が。引きつってる顔が。なんで自分の部屋に自分の写真置いとるんかね。恥ずかしいわ。眉毛ね、あんま揃えてないんですよ。なんかよく眉毛いじってて、こうやって。そしたらなんかいい感じで抜けるんですよ。それで
いい感じ、濃すぎず細すぎずって感じです。ヨッシーさん50年のありがとう。上宗介新栄さん、仕事に戻ります、ファイトです、頑張れ。まず2月8ですね、了解です。ホイコーローね。え、待って、みんなの分覚えれん、覚えれん。料理得意なんですか、恐竜のさとしさん。みんな料理得意、意外と得意だったりしてね。あ、博多行っとったん、そうなん、博多だったん、今回東京かと。パパが出張から帰ってきました。ゆうなの好きな通りもんを持って帰ってきてくれました。イエーイ、食べよう、やった。鳥もめっちゃ好きなんですよ。麻婆丼も好き、ご飯と合う中華は好きです。本当にめっちゃ好き。チャームポイント笑顔、本当。あ、小麦色の肌、いい感じなことを言うじゃん黒い肌めっちゃ焼けております。メイクをしたらちょっと白くなりますちょっとだけ。そう、緊張しとる、あの写真。そう、パパさんは昨日と今日で行ってました、出張に。ゆうなちゃんは健康的なうちからあふれる魅力がいいですね、ありがとうございます。ゆうなも得意料理カップ麺お湯入れるだけ。チンジャオロースは食べたことないかもしれない、なんかあんま意識して食べたことないかも、分からんかもしれない。お好み焼き好き、やったー。昔はね、これが家族で1個だったんですよ。だけど、ゆうなが通りもん好きになんかハマり始めてからは、ゆうながこれ1個くれるんです。1ヶ月ぐらい賞味期限あるけん、ちょっとずつ食べます。やった。やった。きょうさんおばんです。やっほー。パパ出張お疲れ様です、だって。もう行っちゃった、向こうの部屋行っちゃった。バトンね、いつかやりたいんじゃけどね、くるんくるんって、なんかね、こうやってね、肘だけでこうやって回す技もあるんですよ。でもあれ、なんかその友達が練習しとったんですよ。じゃけどめっちゃここにあざできとって痛そうだった。そう、通りも、ゆうな鶏もんはね、独特の食べ方をするんですよ。皮だけ先に食べてね、中のあんこ、白あん、なんてやろね、あんこみたいなやつを、白生あんを後で食べるんですよ。その外だけいい感じに剥ぐのにハマっとる。カップ麺は料理じゃないけど一応食べ物になる、だからいいの。エビチリとエビマヨどっち好き？え、おむすびはエビマヨ食べます。でもエビチリもあんま辛すぎんやつは好きです。どっちも好きじゃな。イエイ。僕も5期生公演が当たったら博多に集中してます。 HKT48 の5期生ゆうなも受けてたんだよ受けてたんだよ。はるさんこんばんは、やっほー。そうよね、先月のね STU のツアーでね博多がありましたね、追加公演でしたっけ、あれも、あの ST
U が優しいの方です。 STU48 のあの夢力踊ってた日ですよね。卵かけご飯なら、あ、卵かけご飯もね一応料理作れる作れる。通りもんと広島で売ってるポエムって似てる。確かにね、本当よね、言われてみたらそうかも。でも広島人っていうか、ゆうなはあんまポエムは食べないです。もみじまんじゅうはたまに食べるけど、食レポしてみてって食レポ、今食レポめっちゃ下手でかもしれん。語彙力ないけん食レポ下手かもしれん。博多ラーメン食べたい、いいな、食べたい。なんだっけ、替え玉するの。博多ラーメンって麺が細いけんね、すぐ食べれてしまう。 STU な48 U なまでになっちゃったわ。性格じゃないよ、ほんま平手おじさん。両方って お昼のと夜のと、ほんと、イエイ、みんな撮ったかな、待ってます。待ってます。そう、今までは HKT さんの4期生受けて最終審査まで行きました。で SKE48 さんの8期生もう最終まで行きました。で AKB さんの16期生は書類で落ちました。あと AKB48 チームメイトの広島県代表も最終審査まで行きました。あとなんだ、あ、5期生 HKT48 の5期生も最終審査まで行きました。あとなんだろうね、でも最終審査まで行ったのは HKT48 の4期5期と SKE48 の8期とチーム8の広島県代表です。ですですです。オーディションはそんな感じ。そうなのさ。いいな、明日福岡行くん、いいな、連れてってよ、土曜日じゃん、いいな。え、ほんと？みんな昼夜、イエイ、やった。 STU の1期生は書類で落ちました。受けてたのは受けてたけど書類審査で落ちてしまいました。つもさん、ばんは、やっほー。え、すごい、みんな両方とかじゃん。外れた人まで聞いてません。そうね、やった、みんな当たったんかな、やった。え、そう、ディズニー行きたいけどね、ライブが夜まであるから行けないかな。そうなんです、そうなんですよ。他のとこ落ちたのはやっぱ地元のチームに入るためだったんかなって今は思う。めっちゃなんか付け足しの理由みたいだけどねあやさん、こんばんは。まさやさん、やっほー、ありがとう、こんばんは。そうなんです、のんのんに奥本ひなのさんが今は広島県代表で頑張ってます。そう、なんかオーディション受けよったら18歳とか20歳ぐらいで、なんか今回のオーディションが最後にしようと思いますみたいなことを言ってる人がいっぱいいて、言うのもいつか最後にせんといけんのかなって思っとったら、
わかりました。よかったです。ヤッシーさんこんばんは。今日は部活はなかった。書類で落ちるって山本バカ野郎って書いたからとか。書いてないですよ。書いてない、書いてないけど、その STU の1期生の時はなんかがあって書く時間がなくて、直筆で書く時間がなくてネットで申し込んだんですよ。それもいけんかったかなって思った。そう、今のとこね、当選ツイートやったって感じ。ディズニー行きたいよ本当に。らしいですね、岩田ひなさんも4期生一緒だったらしくて、同じ会場にいたらしい、いたっぽいですね。でも言うの、4期生の時が人生初めてのオーディションでめっちゃガチガチに緊張しとって、なんか宿題に集中して気を紛らわしてました。あの時、最終審査の時は多分中学校入ってすぐぐらいだったんでしょ。でなんか宿題持ってきなさいよってママに言われて、できる時間あるんかなとかって思ったら、なんか一人ずつじゃないか、何人かずつの面接が意外と長くてずっと待ってたので、その間やってました。宿題に集中して気を紛らわしてました。 HKT さんの面接の時どうやってやったっけな。あ、分かった、10人ぐらいで一緒にやったんですよ。で一人フラダンスをやってた。でなんかその時に思ったんですよね、なんか披露できる特技とかないなと思って、でそっからずっと探しよったんですけど、なかなか見つからず、やっと高校生になってバトンを見つけたみたいな。バトンが特技になってます。今は特技っていうほど得意でもないけど、なんかそこそこ回せるので披露できるかなって感じです。ゼロさんこんばんは。フルーヤッホー。リオさんこんばんは。ドラフトも多分書類だった気がする。ドラフト3期生かな、書類落ちだった気がします。ディズニーはね、どっちがいいんじゃろ。どっちも好きですよ、ランドもシーも。なんかでもランドは乗り物楽しみたい人はランドがいいかも。 C は C はなんかゆったりしとるけん、お店とかもいっぱいあるし、まあランドもいっぱいあるんですけど、 C 行くんだったらなんかゆっくり回りたいな。フォトスポットとか探したりとか、キャラクターに会いに行ったりとかしてみたい。この前行った時は C が1日目でランドが2日目に行ったんですよ。でランド行ったらスプラッシュマウンテンとビッグサンダーマウンテン乗って、あとスティッチと喋れるやつもやって、バズの打つやつもやったし、なんだろうね、姉ちゃんがあんまり絶叫好きじゃないのでレンネと二人で行ったんですよ。その時は受験、あのプーさんのやつとかダンボの飛ぶやつとかゆったりしたのはいっぱい二人で乗りました。じゃけどスプラッシュマウンテンとビッグサンダーマウンテンは
ユナ一人で行ってきてって言われて、シングルライダーってやつで乗ったんですよ。そしたらめっちゃ早く乗せてもらえてびっくりした。あやさん待ってます、広島で待っております。そう、今回はね、皆さんの投票のおかげでオーディションを受かったということなので、今まで通りのオーディションだったらダメだったかもしれん。今は特技でペダルと車輪と来た道差があるやん。ロードバイクもね、ペダルか。歌詞が分からん。タタ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 、今日も坂道を続いてる。違うかもしれん、ごめんね。ユナ絶叫系ね、そこそこ好き。そう、今日も後ろ姿のこの子を持っております。そう、スプラッシュマウンテンでスプロポーズをしたいよ。やって、それをただただやりたくて乗った。めっちゃシングルライダーマジでめっちゃいいですよ。めっちゃ早かった。もう3分ぐらいで、めっちゃなんか普通の並んどる人が100分待ちとかで、ファストパスの人でも15分ぐらい待っとったっぽくて、でもシングルライダーはほんま3分とかでさらっと入れてもらいました、空いとる席に。イエーイ。何時今、あ、もうちょっとで1時間ぐらいになるね。今日ね、眠すぎてさ、さっき歯医者で寝よったんよね。びっくりした、自分で。こうやってさ、あーってやってさ寝とったんですよ。そしたらさ、なんかめっちゃうどうどしとってさ、で、なんかあの鏡あるじゃないですか、あれが当たって冷たと思って起きたんですよ。びっくりした、寝とったわと思って。めっちゃびっくりした。え、そう、もうなんかあの磨くのとか終わってけん、あ、もう削るやつはないわと思って、でワイヤー入れていきますって言われて、こうやってやって、こうやってハート、めっちゃびっくりした。びっくりしたよ。え、ユナ本当にどこでも寝れるって本当に自慢できると思う。 MRI の、ね、中、え、 MRI CT かな、どっちかの中で寝たんですよ。入った人、ことある人は分かると思うけど、めっちゃうるさいんですよ MRI の中。なんかガンガンみたいな、ずっとさ音が鳴りよ、すごいうるさい音が。なのにその中で寝たんですよね、しかも2回も。CT かな、どっちだろう、忘れたけど、膝怪我して、今も怪我したんですけど、膝やって、なんかん、違う、あれはなんだ、膝かな、あ、膝じゃないや、足の甲になんかなんかが溜まって腫れてきたんですよ、水かなんかが溜まって。でなんか一回注射でやったんですけど、うまくそれが抜き取れんくて、結局結果わからんくて、ほっとったらまた3ヶ月ぐらいしたら腫れてきて、で CT か MRI 取りに行ったんですよ。で寝ました、1回目が。で2回目は膝やった時にやっとるけど、今もう膝の時に膝の検査みたいな写真、なんかレントゲンじゃないやつのうるさいやつで
寝ました。でこの前なんだっけ、なんだろう、なんかの時にもう一回入ったんですよ MRI、 それも寝ましたすっごい寝ちゃいました。全然お風呂でも寝れるし、ほんまいつでもどこでも寝れると思う。うるさくても寝れる。え、なんか足の甲にできとんですよ、ガングリオンだったっけみたいな、なんか変な病名ついたけど、右足の甲になんかできとんですよ。今はそんなあれ腫れてないけど、昔めっちゃすごかったです。なんか足の甲あれとするじゃん、これが、そしたらこんぐらい指1本分ぐらいこうふわってなったんですよ。でなんか触ったらパリパリするんですよ、めっちゃキモかった自分の足なのになんか靴とか履くたんびにグニュってなるけん、うえって思ってびっくりした。あと膝はオスグッドやってます。オスグッドがすごいのさ、めっちゃ腫れとる。でもオスグッドはなんかよく分からんけどそんなすぐ治る感じじゃないらしいので、走る時とかはサポーターして走ってます。でもなんかそんなあれなんですよ、動けんくなるほどずっと痛くなったりすることはないんで、やってます全然怪我してる。トムチンさんこんばんは、やっほーやっほーこんばんは。え、なんかね痛い時もある。膝は足の甲のプニプニは前そのめっちゃ張り取った時は靴履く時このグニュってなるのが痛かったんですよ。でも今はそんな腫れとらんし全然気にしてなかったです。膝もサポーターしてるから痛い時は、だから全然大丈夫。ちっちゃい頃からずっと怪我しよったんですよ。次元なんかもうあんま気にしてない気にせんといけんのじゃないけど気にしてない動ければそれでいい、全然今動けるんで大丈夫です。本当よ、どうする、握手会のルーンでさ寝とったらどうする、起こしてね、寝んけど多分寝とったらどうしましょう。そう、治らん、なんか治らんんですよ。ちゃんとリハビリとか行かんけんいけんのんじゃろうけど、最初1ヶ月ぐらいはちゃんと行くんですよ。でもなんかだんだん大変くなってきて、リハビリ1回行って電気当てるやつとリハビリマッサージ、ストレッチみたいなの一緒にやってもらうんですよ、リハビリステーションでやってもらうんですけど、途中で何行くのが大義くなってやらん行かんくなってしまった。起こしてくれる、寝顔眺めるっていうの、寝顔めっちゃブスるけん、絶対口ポッカーンって開いとるし、寝るときたまに口呼吸なんですよ。それでちっちゃい頃から鼻が悪くて、鼻がよく詰まっとって、じゃけん口呼吸に慣れてしまって口開いたまま寝とるときがあるんですよ。あと半目って言われる、周り
あんた今日半目だったよとかって言われて、じゃけん寝顔は見たらダメかもしれん、見せれんわ。寝ててほしいってやだわそう、運動しすぎてやんちゃすぎて怪我するんですよ。なんか骨折、ちゃんとした骨折はしたことないけど、運動会、小学校の運動会の障害物競争の練習を公園でやるよってじいちゃんとねねといとことかと公園行って、でなんかあの麻袋に入ってぴょんぴょんするやつだったんですよ。でいうのバカじゃけんビニール袋、普通のなんかゴミ袋みたいなビニール袋あるじゃないですか、あれをあれの中に裸足で入って飛んだんですよ。そしたらなんか大きい石踏んだっぽくて足の裏をやりました。なんかよくわからんけど足の裏やって1ヶ月ぐらい、1ヶ月もなかったか、何週間か松葉杖でした。あとね何やったかな、でも基本足が多いです、特に右足が多いです右足が右足怪我することが多いです。富永康平さんこんばんは。副鼻腔炎はちっちゃい時よくなりよった。え、副鼻腔炎って何回ね。でもなんか聞いたことあるけん多分ちっちゃい時なっとったんですよ。今は大丈夫だと。そう、右足がすごいんですよ、いろいろやっとる。姉ちゃん、ねえねがね面白かったけがが、ねなんか階段降りよってこけて、で普通なんかこうバッてなったりとかさ手つくとかあるじゃないですか、なのに姉ちゃんなんかそのまんまこけて足曲がるじゃないですか。そしたらなんかその正座のまんま階段 2,3 段落ちてったらしくて、すねの骨をやりました一回すねの骨は聞いたことない。しかも正座したまま階段落ちてったってことがね、えびっくりだわ。ねえねはドジです。段差がないとこでこけて足首もう一回折ったかひびかなんかひねりました。ゆうなはやんちゃ無理しすぎてやっちゃうそう、ロードでこけた時はここが大きい絆創膏でした。なんかその時の写真あるけどさ、怪我した直後の写真があるけどさ、もうなんかエグすぎて人に見せれん、自分の思い出として残しとる携帯に。姉ちゃんはめちゃめちゃドジ最近ちょっと運動神経いい気がするけど、ねえねは最近とてつもなくドジですね。いや最近じゃない、昔小学校中学校が多分一番やばかった。ねえねは本当にびっくりするぐらいドジ。いやなこの前はバスケ、体育の授業でバスケやりよって、友達も同じチームの友達がフッとやっとる子で、ゆうな取れるの分かっとったけんか知らんけどめっちゃこう投げてきたんですよ、大きいの。うわびっくりした、やだやめてや、やめて、ちょっとちょっと待って、今びっくりした。でさバンって投げたやつをね、ゆうなが無理やりこう届かんくてジャンプしてこうやってやって一回弾いて取ろうと思ったんですよ。でやったらボンって持ってかれて指を、でなんか指が痛かった2日ぐらい。でも病院行かんかった、保健室で氷もらってその日を冷やして帰って次の日ほっとったら治った。そう、顎の写真さママが持ってきたよ、恥ずかしい、これ出していいんかな。え、ちょっと待って、分からんけんちょっと言うのだけ、
これ見える？めっちゃ顎に絆創膏しとるんですよ。見えんか。やばかったんですよこの時。本当にやばかった。なんか写真ないかな。多分でも川又悠奈って調べたらその怪我した時の写真が出てくる、どっかに多分。めっちゃ写真撮られるの嫌だったんですよ。でもイベントがあったけんさ仕方なかった。大きい絆創膏してました。そう4月に怪我して夏ぐらいまでずっと晩、いやだって夏休みは部分行きよったけん、いつだろう、4月じゃろ、学校始まってすぐだったけん、5、6、7、8、9、9月まで行ったかな。でも5ヶ月か4ヶ月ぐらいずっと、最初1ヶ月ぐらいは大きい絆創膏やっとって、で2ヶ月目ぐらいからは言うの縫わんかったんで、なんかこうやっとかんとくっつかんってなって、縦にこうなんかいっぱい絆創膏を貼ってました、ちっちゃく切ったやつを。でこうやってギュッてやっとった。そうアッシュの時の写真がめちゃめちゃ多分上がってます。恥ずかしいよ消してくださいよって感じだけど、まあ思い出ですね。あ、あるかもしれん。なんかないかな。この時めちゃめちゃなんか写真、あのステージじゃない時、集合写真とかはめっちゃこうやってやって顎隠してました。嫌すぎて顎を隠してました。黒歴史ですね本当に。どうやったら顎を怪我したんか本当に謎ですわ。めちゃめちゃ謎ですわ本当に。怪我したくなかったよ。どっかにあるかな写真が。いつだろう。いつだろうな。でも4月に怪我したけん、もう嫌だったけんこの頃出してないんかな。顎全部顎隠しよったこの時の写真が。あった、これでもまだいい時じゃわ。顎にテープ。そう、めっちゃそう。白のロードバイクの方はハンドルが曲がりました。曲がったけどなんかすぐコンコンってやったら治りました。治ったんでそれは良かったんですが、え、それはいけんわ。それは多分ちょっと怖すぎてバンされるよ。それはいけん。本当にひどいわ。怖いってやめて。え、いつ怪我したの。あ、それがいい、これ。顎をやってました。こんな大きい絆創膏をしてました。でもね、なんかね
赤いのが出とったけど、絆創